声の形ねあの、アニメの方を見てきた。あの、えっ、ー、と、漫画の方は読んだんで、アニメの方見てきたんだけどさ、面白いんだよ。なんだよね。で、何が足りないのかっていうと、絵の美しさがやっぱりね、あの、君の名はと比べちゃうんだよ。もうね、本当に運が悪い。あの、君の名はが <laughs> 同時に上映してなかったら、できれば1年以上公開時期が離れてたら、絶対にもっとヒットしてたはずなのに、おそらく、 あの声の形のが複雑なドラマ展開してるんです。 今夜の金曜ロードショーでですね、えー、京都アニメーション制作2016年にですね、公開された劇場アニメ、声の形がオンエアされます。これに合わせて今日の動画は、声にか、声の形についてのですね、話なんですけども。どうもこんばんは、岡田敏夫善美です。ああ、これあの、前回のやつがまだまだ置いてた。関係ないからちょっとこっちは置いときません、ね。ごめんなさい。<laughs> えっとね、声の形の話って言っても解説というほどではないんです。あの、もう本当に公開当時に見た、 時の感想、内容についての話じゃなくて、映画全体についての話だからですね、3、4分ぐらいの短い動画です。なので、あんま金曜ロードショーを見る前のですね、ちょっとした、あの、なんだろう、隙間動画として見ていただければありがたいです。おまけといってはなんですけども、声の形の話は他にもおすすめの漫画の紹介もしています。この動画は2016年11月6日に配信した、岡田敏夫ゼミ第151回を再配信しています。動画が終わった後もですね、あの、追加のアップグレード情報あるので楽しみにしてください。それでは、ここから無料動画。 三四分です。スタートです。<laughs> どれ行こうかな。どれ行きます？最近読んだ面白い漫画。最近読んだ面白い漫画。漫画声の形もありますね。はい。声の形。じゃあどっちから行こう。声の形。声の形。あのね、声の形ね、あのアニメの方見てきた。あのえっ、ー、と漫画の方は読んだんで、アニメの方見てきたんだけどさ、面白いんだよ。面白くし、えっ、ー、とね。<laughs> どう言えばいいんだろう？軌道速度に足りない感じ。残念ながらすごい面白いん。あとなんだろうな。2割加速できれば絶対に衛星軌道に到達できて落ちないっていう感じなんだよね。で、何が足りないのかって言うと、絵の美しさがやっぱりね。あの君の名はと比べちゃうんだよ。もうね。本当に運が悪い。あの君の縄が。 <laughs> 同時に上映してなかったらできれば1年以上公開時期が離れてたら絶対にもっとヒットしてたはずなのに「君の名はで」で圧倒的な絵の力っていうのを見せられたわけだね。で特にその「君の名は」作画自体で比べたら多分声の形と「君の名は」だったら声の形の方が上手いと思うんだよね。でも、もも君のの名はって背景とととかの見せ方含めて、あとね、その自主映画。 だからこそ,その新海監督は自主映画から出てきてる人だからこそ構図で見せることができる構図っていうのは何かいうとスケール感だよね。絵のスケール感がすごいんだよ。で声の形っていうのはまあ学校の中の話だから構図的になんか派手な絵が出せないというのもあるんだけどもさなんか、ね、君の名前に比べちゃうと,、えー、と映画的なスケールの大きい絵がほとんどなくて。で 日常風景で両方とも勝負しているアニメだからこそ圧倒的な美しさの君のアート比べちゃうと声ううの形っていうのは同じ1,800円払ったのになんかあのディズニーランドとあとなんだろうな東部ワールドスクエアっていうのかな, <laughs> などこ見えるだろうな, <laughs> なんか富士急ハイランドを比べた時みたいな感じになっちゃうと。エンンターテイメントとして面白さは、多分。 ドラマの作り方もそうなんだけどもおそらくあの形いろんな問題いろんなキャラクターの問題っていうのを一気に解決しようとしてるからで「君の名は」っていうのは人間的な葛藤がほとんどなくて解決するのは問題の解決しかないんだよね。つまり隕石が落ちてくる何とかしなきゃとか男女すれ変わってしまったどうやって日常を暮らそうという問題に対しての解決しかないんだけども声の形は心理葛藤。 ななんんんでこんなことをしちゃったんだあいつは何考えてんだっていう分かり合えない人間が最終的に分かり合えないまま大人になって私はあんたのこと嫌いだけどもでも嫌いだからといってその事実に向き合おうよと子どもの頃あんたのこと嫌いだからいじめたし無視したでも大人になったからあんたのこと嫌いだから嫌いってはっきり言える関係になったよねっていう。 なんか、新しい時代の大人関係もしてる。明らかにドラマとしては声の形の方が上なんだけども、映画として見たら、うん、君の名はの方だよなっていう思っちゃう。<laughs> いやなかなかね、あのー、大取り組みを見せられないような <laughs> 気持ちでございます。<laughs> はい。声の形は何点ですか ?100 点満点で。うんとね、映画としては君の名は85点って言ったんだけども、 声のの形は84点点だだね。本当に1点ぐらいい差しかないんだよでもその1点の差が見た目ビジュアルというふうなことですごい大きいしでおそらく工業成績の大きい開きっていうのは何かっていうともうこれはもう前にも言った「君の名は誰にでも分かる作りになっていて」で、えー、面白さっていうのが分かりやすいで体液を流しやすい構造涙みたいなものがバラボロ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 出るような構造になってる。 で、声の形の方はどちらかというと、見てる人間にトラウマを与えかねないような話で、もう本当にね、宮崎駿と高畑伊なんだよ。だから、宮崎の生き返った姿が君の名はで、高畑が夜によってまた生き返りやがったが、声の形みたいな感動作だと思ってください。えー、じゃあ次行こうか。うんと、最近読んだ面白い漫画ね。 あ、えー、っと、それだけやってあの限定、もう44分だから、それだけやって限定の方に行くね。えー、っとね、一応ね、最近読んだ面白い漫画というふうに言われたので、もう持ってきたんだけども、あ、なんで俺銀河英雄伝説なんか持ってきちゃった<笑><笑>これは面白くないぞ <laughs>。いや、面白いんだけどね。あのね、上に置いてきちゃったな。えー、っとね、あのー、唐沢、えー、っとね、 あれ唐沢直樹の、えー「漫画家総進劇」っていう漫画が第4巻で最終巻を迎えたんだごめんね持って降りてくの忘れちゃったでもうね読むのがね辛くて辛くて漫画家総進劇っていうのは何かっていうとあ,ありがとうこの。 ああ、漫画がこの世にあって本当に良かったって書いてあるけど、こんなのん本気にしちゃいけないよ。<laughs> <laughs> 漫画を書くということが、いかに辛くて、いかに強に縛られていて、いかに救いがないことかっていうのをこう、第4巻って書いてるんだけどさ、そうじゃないんだよ。これね、漫画国道というシリーズから始まって10年間、ずっと唐沢直樹が追いかけていたテーマの最終巻なんだけども、<laughs> もうひたすら売れない漫画、 だけだったらいいんだよ。売れない漫画って売れるからかもしれない夢があるじゃん。一回売れてそのままポシャっちゃった漫画家とか、えー、売れた漫画家のアシスタントをしたばっかりにアシスタントで一生を終えた人たちとか、あと漫画が売れると思い込んでたのに結局ダメだった人とか、あと漫画家になろうと思ったんだけども、なんか 友達と一緒に漫画家になる俺たちも、あの、なんか一緒に漫画描こうって言ってたんだけども、じゃあどこで漫画描こうそうだあの空き家に行こう最近あの空き家人、あ空き家かどうかわかんないけど、あそこ人いないからなと思って忍び込んだら、その忍び込んだ空き家のど真ん中で売れない漫画が首つって自殺してて、<laughs> ショックを受けた僕たちは単なるオタクになりました。で、いう漫画とか、そういう救いのないものすごいギャグ漫画が延々延々,々,々続いてたシリーズの最終巻なんだよ。で、まだ、 三分の一ぐらいしか読んでないんだけどさ、俺も二ページ見るたびに閉じて、すげえ、おやらが読むって、これは面白かった。あとね、はい、川口海事がまたこんなの書いてます。空母、<laughs> 空母,空母いぶきですね。沈黙の艦隊の時は、 メタファーで書いてたよね。つまり、えー、原子力潜水艦ヤマトっていうのができた。で、その中に核を積んでるかもわかんない。さあ、日本とアメリカはこれからどうなるのかっていうのって、まあ、ポリティカルフィクション、政治的なフィクションであり、例えば話みたいな、思考実験みたいなとこもあるんだけども、もうこれ思考実験もクソもなく、大変だ、中国がなんか尖閣諸島に攻めてきたぞ、と。<laughs> 日本の最新鋭の空母とイージス艦はそれを撃退できるのかっていうね、えげつないね、架空戦記のになってるんだけど、<laughs> 困ったことに、 あとはもう、<laughs> みんなももちろん知ってるよね。あの、怪獣から生まれた利根川なんだけど <laughs> タイトルが中間管理職利根川ってやつなんだけどもさ、もうこれが一巻。 二巻、そして、三、えー、巻までこの間出てしまったんだけどさ <laughs>、めちゃくちゃ面白い。で、本編のカイジの方が今、あの、ワンポーカー編っていうね、なんかね、限りなく引き伸ばしの中に入って、アマ,アマゾンの評価見てみて、カイジの今、あの、特にあの、ワンポーカー編になってからのこの星の低さたるや、<laughs> すごいことになってんだけども、それに対してこのトネガーっていうのはカイジシリーズの中の一巻から四巻ぐらいまで出てきた、 いわゆる焼き土下座させられた人だよね。あの人を主役にしてて、えー、延々ギャグ漫画書いてんだけどさ、う作者ももう違うんだよ。あの、別の人が書いてんだけど、もうめちゃくちゃ面白いから、ぜひ読んであげてください。で、割と古い本なんだけども、ともちゃんはすごいブスだよね。少年芦めとか書いてる森下宏美が書いたやつで、えー、ともちゃんはすごいブス。ね、あの、 ちょっと、ね、内容が説明しにくいからタイトルだけ覚えてってください。Kindle も出てるけどもやっぱりね面白いから紙の本で買っちゃった。あとは、えー、最近何が書きたいのかよく分かんなくなってきた長い郷先生ですね。えー「劇ママジンガー Z」編です。「マジンガー Z 電撃遺跡」と「マジンガー Z」が少年ジャンプで打ち切られて何で講談社に移ったのかというですね別に知りたいかと言われれば。 <laughs> 知りたいかと言われれば微妙なやつが、あの、えー、長井剛先生、行きつけのですね、あのー、キャバレーで、えー、長井剛先生の弟からですね、兄ちゃん大変、うん、どうしよう、ジャンプで打ち切りだよ、でも後段社が拾ってくれるよ、じゃあそれでもいいかっていうような、本当にどうでもいいような話がですね、<laughs> 一冊丸々書かれてましてですね、まあ、これも、あの、 漫画研究っていうのかな漫画の歴史を、漫画家の歴史を漫画にしようというふうな流れではすごい面白いね。今、あの、マーベルであの、企画出て動き出したのが、マーベルの、えっ、ー、とね、コミックの作家で、アイアンマン書い,いた人は誰かちょっと忘れちゃったんだけども、その人の漫画家の、あのー、人生を映画化しようとしてるんだって。で、てっきりドキュメンタリーみたいな映画化と思ったら、そうじゃないと。マーベルはそれをマーベルヒーローものとして書くそうなんだよ。 つまり、ものすごい腕っぷしの強い漫画家が、社会の悪と戦いながら漫画を描くみたいな話になるらしくて、<laughs> マーベルすげえなと思うんだけども、ゴー先生もそこまでやっちゃっていいんじゃないかなと思うんだけどね。<laughs> はい、お疲れ様でした。今日の動画はここまでです。アップグレード情報、もうこれもまあ短いんですけどもですね、動画の中で言ってたですね、絵の力が弱いという欠点はあくまでね、その声の形の1ヶ月前に、 君の名はが公開されてしまったことからなんですよ。もう本当にこれなんですね。声の形単体で見たらですね、別に絵が弱いとかですね、悪いのは全然ないんですよ。もうこれはもう本当に不幸な事故ですね。あのー、 まあ、そもそも君の名はと比べたらですね、99%のアニメは絵の力が弱いになっちゃうんですけど、それぐらいね、あの映画は特別だったんですね。えー、なんだろうな、シン・ゴジラの1ヶ月後にですね、特撮映画とか怪獣映画公開してしまう不幸みたいなもんでしょうかね。で、あの、声の形についてはですね、その動画の中で言った通りですね、ドラマーとしてのレベルが圧倒的に高いんですよ。えー、複数の登場人物が抱える問題、それぞれのですね、個人的な、なんだろうな、 あの悩みとかそういうふうなものが。 複雑に糸のように絡み合ってですね、中盤のあたりでそれらが全て解けるかと思いきやですね、また一層複雑に絡み合う。そしてそれがエンディングでですね、実に見事に綺麗にですね、大団円を迎えるとですね、すごい構造になっています。なので、金曜ロードーぜひですね、あの、録画してでも見てください。まあ、ここら辺のうまさはですね、原作漫画の手柄というのもあるんですけどもですね、えー、登場人物の一人一人が抱えている問題、悩みもですね、微妙に似通ってたりですね、共通する部分があるとか面白いですね。 例えば、主人公の少年はです、ね、子どもの頃、耳の聞こえない女の子をいじめていたことに罪悪感がある。 なんですよ。で、しかしですね、別の女の子ですね、気の強い女の子はですね、主人公はクラスの中で、あの、悪役になった時に助けなかったという追い目がある。これもトラウマになってですね、そういう、それぞれのキャラクターがですね、こう、立場を変えて同じような感情や問題を抱えていて、そういう感情のですね、リフレインがですね、えー、表現するために全く同じ構図のカット。これはね、見せ方上手いです。あの、映像的な伏線として全く同じ構図のカットを意図的に繰り返して印象を強めてるんです。 ですね、つまり同じです同じですこれはあのなんかみんな同じなんですよという強調にもなってるし何だろう見ただけでドキッとする効果,あの効果出てるんですねつまり映像的な引用踏んでですね繰り返し踏んで観客に気づかせる構造になってるんですここら辺はですねそのさっき原作の手柄って言ったんですけどこれはまあアニメスタッフの手柄ですね完全に 本当にあの、あの、なんだ、映像作品としてしかできない噂だと思いますえ。そういう意味でですね、一回流し見ただけではですね、なかなか全部を読み取れないので、まあ、それで録画してというふうにお勧めしたんですけども、あの、物語の廃棄や設定っていうのをですね、画面に映る一瞬の映像だけで、その説明しているような部分も多いんですけど、まあ、ここら辺もね、高畑作品っぽいですよね。なので、あの、もしテレビ放送前にこれ見ておられるんだったら、あの、録画予約お願いしますえ。もし取り逃したという人は、 今なら Amazon プライムで,です、ね、あの無料で見れますので,です、ねえー、見て損はないと思いますの、ね、でよろしくお願いしますさて今日見てもらったです、ね、動画の限定部分を含めた全長版はです、ね、有料会員のみなんですけども、まあ、どんな話してるのかというともう映画の話ここで終わりなんですよで後半は視聴者からの質問に答えるコーナーで、まあ、今やってるサイコパスの人生相談みたいなもんなんですね、えー、日本のアニメの音響監督ってどうなのとかです、ね、日本の俳優の演技力って、えー、低いんですかとか万博っ 何の意味があるんですかもう本当時からやっぱね、万博やるべきかどうかというのが出てきたんですね。続きが見たい人はですね、横田敦煙アーカイブか YouTube のメンバーシップどちらかに入会してみて,して,みてください。えー、ニコ生チャンネルですね、まだちょっとわかんない状況なのでですね、8月後半ですね、何か続報あるのを待ちましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたバイバーイ